野馬追通り名城間の歴史あたり。今回は、明治蔵編です。1926年の地図です。現在の野馬追通り名城間の敷地内で、酒造店と銀行が営まれていました。明治蔵は、もともと、お酒と醤油の倉庫などに使われていました。現在の野馬追通り名城間の敷地図です。明治蔵は、現在、甲冑や等身大の馬の模型など、相馬の馬追の常設展示を行っています。皆様のご来館、お待ちしております。